皆さんこんにちは。今日の知っとくはへそくりのお話です。旦那さんあるいは奥さんに隠れてこっそり貯めたお金をへそくりと言います。特に主婦が旦那さんに内緒にしているお金を指して言うことが多いようですが、このへそくりの語源は何でしょうか。まずへその語源はへそであり、へそとは麻を寄り合わせて作った糸のことです。今も昔も家計が苦しい家では女房が内職をすることがよくありますが、昔内職にこの麻を寄り合わせて糸を作るという内職があったのです。そしてこの内職をしてコツコツと貯めたお金、つまりへそをたぐって糸にしてコツコツ貯めたお金ということでへそくりと言われるようになったのです。これより後にへそはへそではなくへそであるとする説も生まれました。つまり蓄えたお金を体に巻きつけておき、へそをたぐるようにしてお金を数えて支払ったことが語源だとする説もあります。私もへそくりができるような賢い主婦になりたいものです。